どうも、ジャッカルです。風呂上がりのジャッカル・ド・ソワソンです。今回は、髪の毛のセットしてるとこの、動画を、のリクエストがありましたので、今から、まあ、風呂上がりなもんで、まず髪の毛を乾かしてから、で、お肌の保湿をしてから髪の毛をセットしてまいりたいと思います。でも、まあ、髪の毛乾かしますね。で、タオルでこう拭きながら乾かすと、早く乾きますね。で、あれ方乾きましたね。お肌の保湿していきたいと思います。最近、こういうやつを、沖縄美人のオールインワンジェル、チュラカナサというのを使っております。肌の保湿はこれで OK と。で、次に頭にワックスを塗っていきたいと思います。僕普段使ってるのはこの、こっちかこっちなんですけれど、ギャッツビーの、こっちがムービングラバーグランジマット J というやつで、こっちが、ムービングラバーエキストリームマットというやつですね。両方とマット系なんですけれど、こっち黒い方はちょっと固めになっております。一応ちょっと、この硬い方を使っていきたいと思います。これちょっと普段はね、一回で、ジョージャーマクサインで、一回つけてあれなんですけど、ちょっと今日はせっかくなんで、二度付けをしたいと思います。硬いな、これ。ちょっと、2回目は、柔らかめのをつけていきますね。その方が馴染みやすいのかな。ちょっと揉み込むようにね、してなじませていきます。で、ちょっと手ベトベトしてるんで、画面がここからでも目が悪いんでね、見えないんですけど、ちょっと櫛を通して、串とさんほうがよかったかな。まあ、あとちょっと時間の経過にずれてちょっと触ったりしてやっていく感じです。まあ、せっかくなんで今日はちょっと、ファンデーション。塗っていきたいと思います。最近塗ってないですけど、久しぶりにちょっと
これ、VM ファンデーションというやつですね。これがもうほとんどないんですけれど、ないから中身をこじ開けて、あと、こんだけですね。もう、ちょうど使い切るぐらいかなと思います。これ中に針が入ってるって、なんか、こう、皮膚のこの奥の方まで浸透するみたいですけれど。これはつけてもね、そんなつけてるっていう感じ、じゃない感じで、ほんのり、まあ、肌色がまとまるかな、という。こんな感じかな。もう一遍美しい音をする。